ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。遊びたいモードを選びたまえ、行きたまえ。新しい冒険が君を待っているぞ。うん。スターダストクルセイダーズ。1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てに、ジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが圧倒的な悪のスタンドパワーの前に、仲間たちは次々に倒れている。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。ん？うーん、実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。キアガルディオ、オープンザゲーム。ハハッ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 。遅い。停止時間9秒以内に肩をつける。肩をつけるだと。そいつはこっちのセリフだぞ、ディオ。どうだ。クソ、うっとうしいぞ。
お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。てめえをかわいそうとは全く思わねえ。しかしこのままおめえをなぶって始末するってやり方は俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足が治癒するのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。どっちが素早いか試してみようぜ。と言う。コケにしやがった。しかし承太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵するそのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。家庭や方法などどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは勝った。死ね。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。
華教員、イギー、アブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて、丈太郎は宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ、塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。丈太郎、こんなところにおったか。病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。どうかしたのか。いや、何でもね。見つけたぞ、スタープラチナの空城丈太郎。あのお方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。強力無比なスタンドを操る男だが、所詮私たちのスタンドの敵ではない。フランス国営航空92便パリ行きのお客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るのか、ポルナレフ。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来ないか。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。どこへ行っても必ず帰ってしまうとこなんです。何かあったら呼んでください。世界中どこでもすっ飛んで駆けつけますよ。寂しくなるな。ああ、辛いことがたくさんあったが、でも楽しかったよ。みんながいたからこの旅は楽しかった。そうだな、楽しかった。心からそう思う。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜けずら。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。
元気でな。アバよ。いた、見つけた。あ？ん？なるほどな、なんか笑っちまうぜ。そのガタイの良さ、二人ともジョースターさんの子孫ってすぐにわかるぜ。ジジイの知り合いか？いや知らん。確かにわしはジョースターじゃが、あんたはどなたかな？おっと失礼、俺の名はジョースターさん、ジョータロポルナレフ。どうしたんじゃ、その怪我は。何があった？何が起きてるのかわからねえ。わからねえが、ちくしょう。敵だ、敵がいるぞ。どうじゃ。敵だと言ってるだろうが。気をつけろ、襲ってくるぞ。マジシャンズレッド。アブドゥル、イギー、 お前たちは死んだはず。これは一体。状況がよく飲み込めんが、ここで戦うことはできん。無関係の人間を大勢巻き込むことになる。場所を変えるんじゃ。なんてこった、奴らもう追いついてきやがったのか。こうしちゃやれねえ、急がなくちゃよ。やれやれ。ポルナルフ、どういうことだ。何が起きている。知らねえよ。フランス行きの便に乗ろうとしたら、あいつらが現れていきなり襲ってきたんだ。ええ、追ってきたか。まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさんぞ。あのお方に害なす愚か者ども、このモハメド・アブドゥルが焼き尽くしてくれる。あのお方だと。お前アブドゥルなのか。本当に下がってろ、ジジイ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、今一つだけははっきりしている。奴らの殺気が本物ってことだけはな。ジョースターさん、ここは俺が行かせてもらうぜ。
アブドゥルとイギーは俺のために死んだんだ。てめえらみてえな偽物はぶった切ってやる。てめえら何者なんだ。あのお方の邪魔になるものは消す。オープンだゲーム。この炎は生物探知機だ。クソクソ。始まりは炎に包まれている。やる。手加減はできねえぞ。てめえ、二人で行くぜ。おう。まだやれるぞ。まだ戦えるぞ。マジシャンズレッドは始まりを暗示し、始まりである炎を操る。隠れて教えるな。空気を吸い込んで跳ね返してやる。上だけはするな。やめろ。